こんにちは、デリッシュキッチンです。ぐるぐるファンネルケーキを作ります。ボウルに卵1個を割り入れて混ぜ、牛乳 100cc を加えて混ぜましょう。ホットケーキミックス 100g を加えて混ぜ、ビニール袋に入れます。口を閉じ、袋の角を少し切り落としましょう。フライパンにサラダ油適量を、そこから1センチの高さまで入れて180度に熱し、生地の4分の1量を中心から円を描くようにして絞り出します。両面きつね色になるまで揚げ焼きにし、油を切って取り出しましょう。同様にして4枚作ります。粉砂糖適量とメープルシロップ適量をかけたら完成です。ぜひお試しください。